おむすび、不調は国宝級イケメン俳優の少なさが原因。目黒蓮クラスの旧ジャニ不在も痛手。橋本環奈、25、主演の NHK 朝の連続テレビ小説、おむすび、の視聴率が下落の道をたどっている。第1週の平均世帯視聴率、関東地区は 16% 台、第2週は 14% 台、第3週は 13% 台と、下降の一途で、第4週ではとうとう 12% 台まで数字を落とした。ストーリーが進むテンポの遅さや、ギャル要素を楽しめないという視聴者の指摘が相次ぐ中、第4週にしてようやく仲里依紗、35、演じる、主人公米田結衣の姉で、伝説のギャルだった芙が登場。また旧ジャニーズ事務所の性加害報道により、NHK が STARTO エンターテイメント社所属タレントの起用を見送っていたことで、21年度前期、おかえりモネの永瀬廉、25、いや、21年度後期、カムカムエブリバディの松村北斗、29、22年度後期、舞い上がれの目黒蓮奈のように、同社の知名度と人気が上昇中のタレントをタイミングよく起用できなかったことも、視聴者の引きを減らしている一因と見られている。